釣れればいいけどね。まあ、エトラは危険です。皆さんはあれですよ、気をつけて渡ってください。ここは割とね、登りやすい程度なんで、あれなんですけど、滑るときは滑りますんで気をつけて。はい、もうね、険しいところに行かなければいないかって、そうでもなくて、割とね、普通なとこにもアサゴいますんで。さあ、じゃあ1投目決めましょう。アサ、ダメですね、これね、寝がかり。さあ、次の穴に行きたかったけど、こっちから行きましょう。急がば回れということで。あー、手袋出してきた。やばいね、手袋ですね。結構イカの墨があるね、墨の跡が、ね、釣れてんでしょうね、春のイカが。春イカ、おー、うめえ、おい、釣りましたよ、釣りました。まあ、ちびやなカブ、ちっちゃ。あ、まあ、でもリリースですね、リリース。はい、あれ、うん、よし、来た。お、バレ抜けた。うお、いますね、いますね。着底してすぐにやってくる。お、来ました来ました来ました。ふいふい、釣れました。まあ、でもね、ちっちゃい、お腹空いてるんじゃないですかね。さあ、リリースです。はい、どうぞ。さあ、あと一匹釣ったらもう今日は帰ります。来ましたね、乗りました。おー、今日は釣れますね。結構ちっちゃいですね、これも。あ、同じサイズ、さっきと。あ、もうちょっとサイズと同じかな、you
ちょっとしてちょっと浮かせて、ちょっと足りないかな、まだ落ちます。あ、そうだ、そうだ、まだ落ちます。あ、本当に噛む。あ、来ました、来てますね。ほい、あー、エラかもしれません。来ました、乗りました。あー、潜られた、潜られた、潜られた。おー、これちょっとサイズアップですね。サイズアップ見えました。なんだろう。お、来た。はい、釣れました。あ、でかいかも、これも。あ、でかい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 。おー、でかいでかいでかい。おー、さっきと同じ。